皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ギコちゃんですだ。はい、装備25突完了したギコちゃんですけども、まだ真珠ちょっとアクセントわかんないんですけど、まあ真珠だったらあの丸いやつパールみたいになっちゃうんで真珠にしておきますか。真珠に関して全く何も触れてないのでちょっとやっていこうと思います。でギコちゃん、真珠に関する知識まだ今日初日なんだけども分かってませんので、ちょっと見ていこう。真珠、これ生成だよね、真珠の生成をすればいいんだよね。で必要なのがこれ最大までってどうなのか、50個までいけるのか。で15万ゴールド結構必要だね。でこれ生成するとまあいろいろ出てくると、まあ早速とりあえず作ってみましょうか。うん、5000ポイントだもんな、余裕余裕、26万ポイントあるから。じゃあ作ってみましょう。ちょっと分かんない早い。どうやら攻撃系がいいらしい。うん、ちょっと分かんないね。うん、ちょっと早くて分かんない、これは分からない。まあ出来上がってから実際ちょっと見てみよっか、どんなもんなのか。どうやら今だったら、ビッグバンソードがメラ属性ってことで、お、あ、A、 あ、ああやってなるのね、 A とかは。なるほど、そう、メラ属性がアップしたり A だね、ドルマ属性、なるほど。ちょっと面白いね、あ、こんな感じなんだ。そう、メラ属性とかデイン属性とかそこら辺がやっぱいいみたい。ギラ、例えばこれか、ギラ属性特技ダメージプラス 3% とか、これなんかいいらしいね。ただ S がまだ出てない、これ2つついてるのか、あ、2つついてる。ドルマ属性ダメージプラス 7% でスライム系ダメージ、え、すごいじゃん、なかなか A でもすごいね。鳥系のダメージプラス 7%、 バギ系呪文ダメージ、呪文ダメージか、呪文ダメージ、なるほどね。まあまあいいや、とりあえずじゃあどんどん作っていこうか、生成していこう。これやっぱり S 欲しいよね、せっかくだったら。うん、キュイーンカシャンってなるのか S なのかな、ちょっと見てみようか、いろいろ。ポイッポイッってなってた、こんな可愛い音なんだ。ちょっと待ってくれ、 S 欲しい。うん、なるほど、はいはい、うん、そうですか、なるほど。全然 A とか S 出ないよ、ちょっとおい、何パーセントだ S、 ちょっと待ってくれな、落ち着けよ、ちょっと落ち着いて、まあ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 落ち着いてくれよ、ちょっと1個も出ないとか酸っぱいから、それはちょっと甘酸っぱいから、それちょっと、まあ合成すれば上がっていくのかもな、わかんないけど。お、 A か、マシン系のダメージ、なるほどね、 A が1個、これか。激マシン系の真珠、マシン系のダメージプラス 7% でバギ属性ダメージがプラス 5%、 まあ悪くはないね。どんどん生成していきましょう。いや、メラ属性が欲しいね、今だったら。つけたくない？うん。S！ A だね。ヒャド属性特技ダメージだって。特技ダメージか。呪文ダメージとはまた違うのか。すっぺー！そんな感じね。はい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 。うん。S が出る瞬間が見てみたい。S まであるよね、当然。うん。はいはいはい。うん、なるほど。うん。はい。へえ、なるほどね、はいはいはい、うん、そうですか。うん、あんま出ないのね、 AS は。なるほど、うん、出ないね。うん、どんどんいきましょう。ただポイントなくなっちゃう、これ結構金もなくなるだ、なんなら1回でいいから S が出る瞬間見てみたくない？おー、 A か、物質系だって。うん、S はどんなもんじゃい。めちゃめちゃこれ 1% とかなのかな、 S は。 1% ないぐらいなのかな、どうなんだろう。ほう、なるほど、うん、ほう、なるほどね、はいはい、5、4、3、2、1、出ないと。まあどんどん作っていきましょう、生成する、ポン。実際 S がね、 S のあれを見たい、本当に。 A ね、はい、デイン属性、まあ悪くない。これそもそも S ってあんのか、 A までなのかな、そんなことないよね。うん、ロト装備、あ、いや、デイン装備、まあデイン特技、バギ特技、メラ特技、ここら辺欲しいよね。うん、なるほど、うん、そうか、甘くないか、
なるほどな。甘くないね。全く甘くないね。うん。うん。うん。なるほど。うん。出てくれてもいいんだよ、別に。うん。メラトクギプラス 5% とか出ていいんだよ、S。ね。A も出なくなっちゃったね。ちょっと渋いんじゃないの、これ。渋めのパブロンだね。はいはい、まあ、ないよりかは全然いいんですけどね、そもそも。そもそもいいんですけど。うん。なるほど、出ない。まだまだと。いや、まだ、キコちゃんは収まらん。まだ終わらんぞ。まだまだ終わらんぞ。S を見るまでは終われない、俺は。で、5個で、ランクアップなのかな。ギガモンスターとかと一緒だ。違う、メガモンスターとかと一緒で。どうなんだろう。水系のダメージ、魔力のボ、あ、いいじゃん。水系、うん、なるほど。あ、全然遅いね、S は。そんな感じね。了解した。じゃあ次からスキップでいこう。お、A ね。はいはいはい。バギー属性呪文ダメージか。なるほど。うん。OK。S。あ、飛ばしちゃった。これ、スキップできるから、結構いいよね。ポチッとな。S は出るのかなっていう。まあ、A は出たね。A が出て、まあ、A だけか。A だけだね。所持数がいっぱいです。自動合成。はい。よいしょ。めっちゃ金使うな、これ。自動合成。まだあんの？あ、まだあんだ。102個。すげえあんな。まあ、混ぜといても損はないでしょ、これは。不足って何？あ、もうないんだ。C。上がる上がる。これはいいね。まとめてできるのでかいわ。オッケーオッケーオッケー。すげえ金かかんねこれ。まだあんの？ほう、なるほどな。はいはい。なるほどね。こんな感じ。で、C はなくなって B か。おお、25個あるよ。いいじゃん。あ、混ぜられるのでかいね。まだ、いまいちシステム分かってないけどね、俺は。B から A にすると。はいはいはい。うん。B まだあるんだ。あー、1セット?3セットのみか。うん。はいはいはい。で、A も混ぜられると。あ、すごいじゃん !S にできるのこれ。おー、即死耐性ついたよ。おー、すごいすごいすごい。めっちゃあるめっちゃある。自動なのかな？なんか自動で変わんのかな ?A になるんかい。お、すごい。激エレメント系って何？エレメント系のダメージ 10%。 エレメント系って何ですか？ちょっとマニアックすぎて分かんないんですけど。 S は S で混ぜるんだ。うん、何になるのかな。ポンと。あ、シャドウ属性。あ、いいじゃん。あ、いや、微妙微妙なの出たな。じゃあ生成していこう、また。あ、なるほど、この繰り返しね。はい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 、そういうことか。了解したよ。まだできるから全然やっていこう。ただ金かかってしまうね、これ。S は出てないね。出ないね。どんどん作っていく。S は出ないと。B は結構出てるね。残念。やっぱ S は天文学的数字なのかもしれない。いや、そこまでじゃねえか。A は出た。素早さだって。これそっか。進化させて、ランダムで出てくんだね。うん、それがさらに上に上がるってわけじゃなくて。ランダムなんだ。あ、やべ、消しちゃった。うん。S、S、S。A が出てる。呪い耐性。うん。S はなし。あれ、結構シビーな。はぁ、なるほどな。そういう塩梅ね。いきなり S があったりすると、これびっくりするんだろうな。上の方に。A が出てる。素早さ減耐性。うん。オッケーオッケーオッケー。次行きましょう。おー、面白いな、これ。やり込み要素だね、一つの。ちょっとこれ手離す。A は出てる。対獣系。うん。S は甘いと。S は甘い。所持数がいっぱいです。もう混ぜんだ、これ。
なるほど、自動合成。結構時間かんだこれ。結構時間かかるねこれね。OKOK。 C ね、次。いいんじゃない、いいんじゃない、全然いいよ。劇エレメント系、まああれは取っとくか。 S は取っといて、そっから厳選していくって感じが一番ベストかもしんない。うん、で絶対に上がるとも限らない。なるほどな、確率だ。うん、これどっかで見たことあんな。リネージュ M かな、この感じ。リネージュ M と似てる感じがすんな。はいはい、お A ができた、ラッキー。で次は A を混ぜれば S ができるかもしれないですよね。お、できた。対メラ属性、あーなんだそれ。なるほどね、対スライム系だって。ギラ属性の特有ダメージプラス、あーギラ属性ねえな特に。 A はまだ1セットあるぞ。さあ S になるんだ、ポン。うわーダメだ、 A だった。ラブセーフパチャリコデカパチャ、あ、S! 麻痺耐性出てます。あー、ジバリア属性、あ、盗賊向きだ、この S は。うわ、すげえピカピカ光ってる、この上の方とすごいよこれ。わかりやすい S、 こんな感じなのね。 OKOKOK、 でもゴールドの使い道が結構できて良くなったね、それに関しては。うん、まあ使いすぎだけどね、ぶっちゃけ。S できないんかい、1個ぐらいできたよん。よし頼む。お、劇悪魔系だって。悪魔系ってこれギガデーモンとかいいんじゃないの。異様属性呪文、あ待って、あ呪文ダメージか、まあちょっと微妙だけど、まあでも悪くはないかもしんない。うん、武闘家向きだ完全に。へえ、色もそうなんだねこれ、赤紫青黄色。うんって、うん、そうこれ、で A を混ぜて S を作る。はい S、 おできた。あ嫌った、あ待って獣系いいじゃん。あいいじゃん、回復魔力。あーあーマイガー、なるほどな。終わった、 S はやめておこう。じゃあ引き続き生成していく。いきなりね S ができたらもうラッキーですよ本当に。えっ、あ獣、あー微妙なの出たな、これ微妙な特技だね。ドルマのさ特技ってあんの、むしろドルマ系の特技あったっけ、あんまり想像できないな。はい、そうさ、15万ゴールドだけよ、1万5000にしてくれ。はい S、 はいはい、バイバイ、ランダムだからな、ランダムだよね多分これね、見た感じ。あいよっと、ドルマ属性、あいいじゃんドルマ属性、これ魔法使いとしてはかなり竜王装備とめちゃくちゃいいじゃんこれ。ドルマ属性ダメージプラス 10%、 あーあちあちのあちだ完全に。まだあるよね、 S なれメラ、おなる、なった、エレメント系、あーなるほど、スキル HP、あーなるほどな、すっぺーなかなかできんぞ、いいあー眠り耐性のみ、眠り耐性かー、すっぺーな、ダメだー、あジバリ、あ微妙、微妙なの来たなこれ、なかなかシビ、音でわかるね、音でわかるわ。最後に合成していこう。いやあんまりいいのはできなかった、ぶっちゃけ。うん、いいのできなかったな。まあ甘くねえってことか。
またちょっと心一発目なんていけねえな、これな。うん、メラ系とか欲しかったけど、うん、まあしょうがないな。 C から B へ。お、ナイス。 B から A へ。おお、 A の音。じゃあ A から S へ。なれよ、1個ぐらいは。できないかーい。ラストチャレンジ、できろ、来い、 S、 できないかい。さあ、そんなわけで、今回、まあまあつけられたのがこれじゃね、心だ。あー、ちょっと微妙だったな。まあこんな感じっすね。 S に関してはまあドルマ、まあドルマが一番良かったのかな。これね、ドルマ属性ダメージプラス 10%、 エレメント系って分かんない。これはで悪魔系のダメージ 10% 結構でかいかもしんない。うん、そんぐらいかな。あとは獣系ダメージ、僧侶向きだな本当に。これこっちが僧侶なんだ。まあこれは悪くないのか。癒しの真珠、対メラ属性とかこれいらねえな、マジで。耐える系いらねえよな。はい、まあこんな感じでしたね今回は。 A に関しては、あー、ちょっと微妙か。ゾンビ系、はい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 。あ、メラ属性の得意ダメージプラス 5%。 まあまあまあ、これも一応つけとくか。ゾンビだけど相手ゾンビか。はい、まあそんな結果になりました。皆さんいいの当たりましたでしょうか。ぜひぜひあのコメント欄にこんな真珠いいよっていうのをね、あのアドバイスとして残してくださると助かります。はい、そんなわけで以上、キコちゃんでした。バイ。